オンデハロー、私たちの人、こんばんは。いや、今日は非常に情報量が多くて、そのやっぱりこのギャップとかコントラストとか対比、これがとっても面白いなと思って、暑くてなかなか疲れましたけど、とっても楽しかったので、本日は本当にありがとうございます。제가직접만든제품을들고사용하는입장이면어떨까얼마나설렐까이런생각을좀해봤습니다確かに僕もそれはすごくありがたいなと思っていて、カメラはサイズがまあこういう感じなので持っていけますよね。そしてまあ全部をこう手で触れるわけですけど、非常に面白いプロダクターだなと長年カメラやってて改めて思うんですけど、趣味としても面白いし、表現する道具としても面白いし、オブジェクトとしても面白いと思うんですよね。의외로되게사진의진심이모습을보고서아괜히그자리에간게아니구나그런생각이들었던것같아가지고今回のこのソウル訪問とても面白かったし、とてもいいところに連れてってもらったので、そのやっぱ写真撮りたくなりましたし、ワクワクしたんですよね、とっても。ですからその、なんて言うんでしょう、真面目に写真に向き合ったという言い方もあるかもしれませんけど、単純に面白くて、わあ楽しい、わあ楽しいって撮ってる、そういう感じだ。僕の心境としてわあ楽しいなって感じでした。先ほどの話にあった、そのカメラって、僕はカメラデザインして気づいたら25年を超えてるんですけど、それでも今でも面白いなと思うのは、その先ほどお話しした、その趣味としても面白いと思うのは、表現する道具ですよね、カメラは。で、携帯電話はスマートフォンは同じように撮るんですけど、僕の中ではあれはキャプチャーで、携帯電話好きです、スマートフォンも好きで、キャプチャーもいいんですけど、こちらはどちらかというと、もう少し表現するための道具がカメラだと思うんですね。その両方面白いと思うんですけど、カメラは何でしょうね、その楽器と似てる部分があると思っていて、ちょっと後で細かく話しますけど、この楽器と似てるという部分が僕にとってはずっとこのカメラがすごく魅力的に見える部分なんですね。다른카메라말고다른제품을좀디자인해보고싶다거나그리고만약에그렇게힘든순간이왔을때그거를극복해낸방법혹은이겨낸방법은또무엇이었는지僕は結構ラッキーだったと思うんですよね。そのなぜかっていうと、 X シリーズは今年で多分13年なんですね。僕のキャリアのうちの一番新しい13年が X シリーズ、 GFX シリーズ、うん、その前は同じ会社でももっとコンパクトカメラのファインピックスをやってました。でファインピックスはどちらかというと当時の日本のガラパゴス携帯って知ってます？こうパカパカ開くやつ、あれと同じで非常に、開発期間が長いんですけど、売る期間が開発期間より短いような、かなりハードな仕事でした。でそういうタイミングと、その前のキャリアは別の会社にいて、そこではもうとにかくデザインの修行をしました。修行をしてコンパクトカメラをやって XGFX で、 XGFX は本当に僕のやりたいことをやらせてもらえてるんで非常にありがたくて、でもおっしゃるように他のこともやりたいですね。デザイナーだから新しいもの好きだし何でもやってみたいんですけど、まあ今は若い人たちをリードしなきゃいけないんで、あんまりやりたいことばっかり言えないんですけど、できれば新しいことは常にやりたいなと思ってます。と同時にやっぱりこうやって X 好きな人たちと話をしていると、僕自身すごくやっぱりそのやりがいを感じますし、元気も出るので、こういった瞬間に僕自身のカメラのモチベーションがまた上がると思っていて非常に嬉しいです。잠깐저한테해주신말씀이자동차의조용이랑카메라의조용이어떤상관관계영향이있다비슷한점이있다이렇게말씀해주셨는데좀더자세한설명을좀듣고싶습니다そうですね、これは誰が言い始めたのかわからないんですけど、僕は大学美術大学に行った時に、もともと車が大好きだったんで車のデザインがしたくてその大学に行ったんですけど、勉強していく間にその車は
全体を一人でデザインすることはできない。まずそのルームミラー、それからドアミラー、それからハンドル、で運が良ければ全体のダイレクションができますってことを聞いて、それは待てないなと思ったんですね。でもう一つ話を聞くと、まあ、そういったカメラ、じゃあそういった車のデザインをしている人がカメラもデザインしていたりする。でなぜなら車も難しいけどカメラも難しいんだっていう話を当時の教授に聞いて、ああそうなんだと思って、確かに課題でカメラの絵を描いてくださいって言ってかっこいいカメラの絵を描ける人ほとんどいなかったんですね。ちょっと面白いなと思って、実は僕は若い頃別にそんなカメラマニアでも全然なくて、家には父のカメラがたくさんありましたけど、僕自身はそんなにカメラマニアじゃなかったんですけど、その教授のカメラのデザインはとても難しいからいい勉強になるぞって言われたことがきっかけでミノルタに行ったんですけど、そうだからその車とカメラのデザインがなぜ似てるか、うまく説明できてる人はいるかな。機能性とスタイリングとステータスと、あとはその美しさ、バランスが難しいっていうのは聞いたことありますが、でもこれってどのデザインもこういうのもみんなそうだと思うんですよね。だから的確な説明かどうか分かりませんけど、はい、そんなこと聞いたことはあります。機能性とスタイルと美しさ、そんなようなところが難しい、あとステータスかって聞いたことがありますけど、ちゃんと調べたいと思います。디자이너에게가장필요한역량을하나만꼽자면뭐라고생각하시는지궁금합니다。そうですね、いろいろあるかもしれませんけど、僕は思うのはその一つ何か自分が没頭できる趣味が一つあることが大事だなと思ってて、そしてその一つ趣味が趣味に没頭できると、その中でそのどれがいいかっていうものを自分で判断基準を持って決めることができると思うんですね。そしてそれがあった上で自分がデザイナーとして何か作った時に、自分が一人の人として例えばその、何がいいだろうな、例えば食器が好きだとします。食器が好きな人が、この食器はこんな風に好き、この食器はこんな風に好き、その中で僕が一番好きな食器はこれ、その理由はこうですっていうのをちゃんと分析できていれば、自分がデザインした時にそれがどんなものであってもこの自分の判断基準を自分のアウトプットに置き換えることができると思うんですよ。でこの自分のアウトプットを自分の趣味の視点で見た時に、一番好きっていう思うものと自分が作ったデザインがきちんと並ぶことができたら、これはプロフェッショナルとして通用すると思うんですね。その視点が養えれば、どのジャンルでもデザインできると思ってまして、そこが僕は個人的には一番重要かなと思うんですけど、説明するのが非常に難しいので、今お伝えできたかどうか分かりませんけど、はい、いろんな過去の例からそれは一つ、大事なこととして言えるかなって今は思っています。ちょっと今もう一回整理したんですけど、その例えば食器が好きな人がこの食器が好きという、それを批評する目、批評する目の超えた一人の食器好きの人として判断する基準があったとします。判断できる目があったとします。その目で自分のアウトプットを見る。経験が浅いと自分の目の超えた趣味の目と自分のアウトプットを見る目が一緒じゃなくなるんですよ。一緒にはできないと思うんですよ。なんですけど、同じ目で自分のアウトプットを見ることができたら、自分がどれだけできてるかできてないか分かるはずなんですよね。今おっしゃったその客観視というのはキーワードだなと思いました。客観的に自分のアウトプットを見ながら、でも作る時にはもう完全に自分の主観で自分だけで盛り上がっていいと思うんですよ。自分だけで盛り上がると同時に冷静に客観的に見る、このバランスができたらとっても素敵だなと思うんですよね。지금이제후지필름의수석디자이너로서가지는고충같은게있을거라는생각이들어요。
신입 디자이너나 혹은 아직은 어린 디자이너들이 하지 못하는 추석 디자이너만의 고충이 있는지 이런 것이 궁금합니다. ありますね. とてもいい質問ですね. その悩みが1日の半分以上ですけど、 その、何でしょう、その僕は幸運にもこういった世界の10年やらせてもらって、 で、 皆さんに愛してもらって、今こういう機会を与えてもらって皆さんに話してますけど、この新しい世代が同じことを同じようにやる必要は全くないと思っていて、彼らの個性があって、その個性をどうこの世界に持ってきてくれるか本当に楽しみなんですよね。その一つの例が、そのさっき言った GFX102 であったり、 XT50 であったり、他にもいろいろありますけど、 そのコラボレーションがね、楽しいんですよ。その僕がイメージもしなかったような新しい発想を彼らは持ってきてくれます。で、それと僕のこの経験をうまくバランスさせられると、多分皆さんのような熱心なファンの皆さんもいいねって言ってくれるものができるんじゃないかと思うんですね。そしてこの後今開発中のものも僕自身すごくワクワクするものがいくつかあるので、これを早く皆さんにお届けしたいなと思ってて、 さっきその音楽の話出ましたけど、そのセッションですよね。楽しい仲間たちと一緒にお酒飲みながら、Hey, one, two, three やった楽しさと結構近いものがあると思ってて、そのコラボレーションがね、デザインチームの力だと思うので、そこは本当に大事だと思うんですよ。大変ですけど、もちろんいいことばっかじゃないし、大変ですけど、そこはね、その僕のモチベーションの半分はそこにあるんですよね。 面白い、期待してますし、ワクワクします。実際若い世代と一緒にやるっていう、しんどい部分はやっぱり、そのやっぱり伝えてるつもりだけど伝わっていないとか、大事だと思っていたんだけど彼はそう思っていなかったとかね、まあ、あるじゃないですか。そのどの世界でも、ここは当然守ってくれると思ったけど全然そうじゃないことが出てくるとかもありますし、でもそれも時には面白いんですけど、 まあそういう苦労はありますけどね。でもあんまりそこでそのコントロールしてしまうと、彼の個性が死んでしまうので、彼や彼女の個性が死んでしまうので、そこのバランスが難しいですよね。どれだけアドバイスするのか、どれだけ引っ張るのか、いやいや今引っ張っちゃいけない、今はもう彼の自由にさせよう、彼女の自由にさせよう、そこの見極めがとても難しいですけど、面白いところでもありますね。 디자이너들이 이제 어쨌든 결정권자들이 더 있잖아요. 세일즈 파트에 비해서는 훨씬 더 설득하기가 어려운 부분이 있다고 좀 느끼는데, 그럴 때 설득의 방법이 있으신지. 저도 역시 영원의 테마의 一つだと思うんですけど、その一つあるのは信頼感を作るっていうことだって僕の ボスから言われたんですけど、いきなり最初のデザインで これがとてもいいんです。だからこれやりましょう、お金かかりますし、リスクもあるけどこれやりましょうっていうのはやっぱり難しくて、経営者はリスクを一番怖がる。それは当然そうだと思うんですけど、そこでやっぱり一つ一つ真面に デザインしました。でそれが結果、売上につながりました、ユーザーの評価につながりました、ブランドの評価につながりました。それが一つ一つ積み重なっていくと、 あ、じゃあデザイナーの言うこともちょっと聞いてみようかって気持ちにボードメンバーがなる。それを一つ一つ作り上げていく、この過程は時間かかりますけど、これはすごく大事だと思いますし、その実感が僕らはあって、その X シリーズがまさにそうだったんですよね。 혹시 지금의 이마이상이 이런 수석 디자이너의 위치에 있지만, 혹시 앞으로 또 이루고 싶은 목표 혹은 꿈이 있는지 궁금합니다. ああ、ありがとうございます。ものすごくたくさんあります。たくさんあって、そう、そのデザイン業界の話もそうですし、デザイン業界である期間カメラがやれたことによって、もう少し何ができることがあるんじゃないか。例えばさっきの、若いデザイナーとのコラボレーション、 それも楽しいので、例えば、わからないですけど、美術大学で若いデザインを学びたい人たちに対して何かアドバイスできるんじゃないか。
って思ったり、どこかの国のどこかのデザインプロダクトに困ってる人たちに対してもっとこうしたらっていうアドバイスができるかもしれないと思ったりとか、あとは単純に僕はあのオリジナルのバイクを作ってみたいとかね、オリジナルのギター作ってみたいとか、そういういろんなジャンルの夢がたくさんあって非常に欲張りな状態です。何かその結局このデザインをやる最大のモチベーションは、その使う人が本当に嬉しそうにこう楽しそうにこう使ってくれるのが僕の最大のモチベーションなんで、今の夢の話でいくと、僕が実際手を動かしてデザインをしたもので笑顔になってもらうのもいいですし、デザインしなくても何かアドバイスや何か別のアプローチで笑顔になってもらうっていうのが非常にいろいろできたらいいなって、そういうのが夢です。오늘은여기서마무리를하도록하겠습니다。시간내주셔서너무감사합니다。ありがとうございます。